奈良西さん、コウさん、老犬ジョンさん、庭師さん、ミニアマゾンさん、ゾーンさん、そんなバカラさん、ありがとうございます。星投げコメントカウントありがとうございます。はあ、本日4回目の配信です。ありがとうございます。マータンちゃん、先ほどぶりです。やっほー、ありがとうございます。プーさん、こんばんは。今回の配信起きてる。お、やった。人魚さん、おかえり、ありがとう、ただいま。ひやもんさん、ただいま、おかえり。なあきさん、やっほー、ありがとうございます。星投げありがとうございます。こなひろさん、食べれた？はいはい、食べました。あのカルボナーラのソース。ポンツーさん、どうも。待って、わからん。NY さん、こんばんは、ありがとうございます。わー、もう何回今日撮れるんだろう。お昼寝てて来れなかった。あー、全然、もう睡眠超大事なんで。石亀のたっちゃん、ありがとうございます、ただいま。麺ね、麺あるんだけど、麺食べるまでお腹空いてない。20分したら M1 見る。あ、今日 M1 なんだね。そういえば全然出てる方わからんかった。気がつけばこんばんは。そうだね、こんばんはですね。たくやさん、お帰りなさい、ありがとうございます。森岡さん、やあ、ありがとうございます。またまたまた遊びに来てありがとう。またまたまたありがとう。よいしょ。キムさん、お久しぶりです。お久しぶりです、ありがとうございます。たーくん、今 SK カフェ、お、じゃあ SK カフェで見てくれてるのかな。ありがとうございます。結構落ちてるけど壊れないのがね。そう、壊れないのよ、有能だから。百均ちゃん。よいしょ。はい、 OK かな。こやちゃんはお笑い好き。お笑いはね、あれだよ、あのアンジャッシュさんが好きかな。陣内さんも好き。ネタ、パンダさん、ハート100個、ありがとうございます。星がいっぱい飛んでる、ありがとうございます。カウントもありがとうございます。SK48 第9期生オーディション、エントリーナンバー54番、こやちゃんです。よろしくお願いします。愛知県出身、 B 型、18歳、大学1年生です。よろしくお願いします。はい、こんばんは、はじめまして、4回目ありがとうございます。ともともさん、ただいま、おかえり、ありがとうございます。そういえばカフェの福組発表されましたね。みんなのなんだっけ、告してほしいのは叶った？私はね、出会ったことのないメニューたちだった。今日休みでよかった、ショールーム楽しい、ありがとう。タドネットさん、ありがとう。トップウサギさん、ただいま、おかえり。ウサギ、幻の5回目、幻の5回目、
そうだね。デルタさんって読むの？かわいい、ありがとう。そんなことないけど。ねむこさん、こんばんは。こんばんは。ねむこさん。2122。2122。あ、そういうこと？え、もしかして。え？わかんないや。ねむこさん、口笛吹けますか？こんくらいなら。あ、ただのミスか。あ、オッケーオッケーオッケー。美味しかった？りょうはさんの餃子。そうなんだ、私も食べたい。カフェ、うん、はい、かわいい、ありがとう。ちびまる子ちゃんでシャカシャカしてる、シャカシャカしてる。そう、今ちびまる子ちゃんが始まってるんだ。うちはね、毎週録画なのでいつでも見れる。ちびまる子ちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん星になるの？おじいちゃん、口笛吹けてんな。吹けてるでしょ。ズッキーさん、ハート100個ありがとうございます。カウント終わりました。トップウサギさん、ありがとうございます。あ、ヨッシーさんはまた54カウントですね。ありがとうございます。54合格祈願完了、ありがとうございます。アミちゃんなさん、ヤッホー、ありがとうございます。なんか吹いて、なんか、なんかとはって感じだけどね。なんかあのね、吹くまでに至らない口笛。カウントありがとうございます。たっくんさん、ハート100個ありがとう。みんなはもう夜ご飯食べたの？食べてないの？あれ、金魚さんもハート100個ありがとうございます。夜口笛吹くと蛇が来る。それ結構中学校くらいまで本気で信じてたんですけど、嘘っていうか、まあそういうあれっていうのを知って、なんか騙されてたなって思いますね。はい、まだ食べてないか。リンゴ食べすぎてお腹まだすいた。ヘルシーだね、いいね。でもリンゴめっちゃお腹いっぱいになるよね。かんむりさん、3よいしょ。チャイナちゃん、初見です。嘘です、ありがとうございます。よっこいしょっと。ちびまる子ちゃん録画するかい。そう、好き。まあ、バーヤが一番好きなんだけどね、ちびまる子ちゃん。あ、あみちゃんなさんも54カウントありがとうございます。みみちゃんの夜ご飯、私の晩ご飯はまだ未定ですね。でもさっきお母さんに何が食べたいかって聞かれたので、たこ焼きかポテトかお肉って言いました。偏ってる。もう夕飯食べた？そうか、じゃあもうあとは寝るだけだね。たど、あ、暖房使ってる。もう寒いからね。ズッキーさんも54カウントありがとうございます。たこ焼きわかる、たこ焼きおいしいよね。たこ焼き食べたいさ。ひかるちゃん、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。好き嫌いはダメ、好き嫌いはしてないよ。
好き嫌いはしてない。我が家は、ああ、え、うらやましい。焼肉食べたい。初見です。嘘です。ありがとうございます。さっきだるまが飛んでた。直樹さんハート、ありがとうございます。ズッキーさんだるま、ありがとうございます。京都はまだあったかいんだ。へえ。ちなみに名古屋、愛知県は寒いよね、みんな。氷さん、初見です。かっこ嘘。自分で嘘って言ってくれるんだね。ありがとう。嘘だね、知ってる。たこ焼きは何が、私のたこ焼きのメインは生地、トロトロが好きです。こよたんとタコパしたい。え、タコパしよう。タコパ会とかいいよね。私はカリカリ派じゃないから、カリカリしたやつは作らんよ。ズッキーさん、だるま100個ありがとうございます。だるま100個か、だるま100個本当にありがとうございます。島根も相変わらず寒い。そうか、島根とかそっち方面に行ったことがない。あるわ。あったわ、そっち方面は行ったことあったわ。そっか、あったかくするんだよみんな。寒いとこ住んでる人はあったかくしてね。七瀬さん、今から友達と寿司食べる。いいね、お寿司もいいね。お寿司食べたい。ハート500個突破ありがとうございます。はい、ひかるちゃん愛知県出身、ありがとう。愛知県、愛知県、愛知県どこ行った。よいしょ。そう、あの都道府県、47都道府県をこのショールーム見てる方々の出身地を聞いて埋めようっていう企画やってるんですけど、いつでもいいので教えてください。ひかるちゃん、ひかるちゃん、はい、ありがとう。エナジーチャージして戻りました。ありがとう、ありがとうね。ほんと今愛知がこんな感じだよ。修学旅行広島って、そう、よく覚えてんね。広島行ったんだよ。あ、おいっ子とめいっ子か、遊びながら、いいな。私もめいっ子ちゃんと遊びたい。ちっちゃい子が好きなんです。たこ焼きはおかずですか。あ、そういうこと。たこ焼きはね、いや、当たり前にメインかな。答えてない人にミミちゃんから聞いていこう。そうだね、そうだね、間違いない。はい、滋賀、サッポンちゃん、サッポンちゃん、サッポンさん、ありがとうございます。どこ行ったかな。滋賀、あった。はい、サッポン2人目です。滋賀、サッポンさん、はい。そう、愛知県が一番埋まってるね。近畿地方はこんな感じ。だいぶ埋まってきたけどね、やっぱりね、九州地方と東北が少ないかな。ヨッシーさん埼玉、はい、ありがとうございます。あ、埼玉初めてだよ。一番乗り、おめでとう。よしさん、ありがとうございます。あみちゃんのさん、ハート100個ありがとうございます。氷さん、私も甥っ子と見てます。すごい笑ってる。すごい笑ってる。よかったよかった、それはよかったわ、ありがとう。 P ボイさん、仕事終わった、お疲れ様です。
今車運転しながら聞いてます。お、ありがとうございます。お疲れ様です。気をつけて運転してくださいね。何？九州？九州ね、全然埋まってないよ。福岡と沖縄しか埋まってません。東北はエイトの東北オタ。そう、チームエイトの方ん、チームエイトさんが好きな方知ってるよって方でいたら勧めてください。アスハ P ボイさん、私は長崎。はい、長崎。お、長崎。お、これは九州地方一個埋まった。ありがとうございます。B 帽子さん、B 帽子さんね、長崎が初めて埋まりました。今長崎、福岡、沖縄が埋まった。九州地方は何人くらい書いた？そうだね、ざっと50人くらい。そんないないか、わからん。40人くらいかな、だいたい。あ、エイターとして頑張ります。お、黒田雪村さん、チームエイトが好きなんだ。ありがとうございます。いや、ぜひ紹介してください。はい、今日、まあ今回で4回目の配信ですが、何をするかと言いますと、エイトならクレニャン。あー、そう、クレニャンさん好きだったんだけど、好きなんだけどね。いや、横山由依ちゃんが最近すごい好きで、ダンスずっと見てられますね。あっちはイクミンだから、鳥取だわ。鳥取ね、喉鳴るわ。はい、琴音ちゃん好き。琴音ちゃんわかんないな、調べてみます。はい、で今日は何をするかと言いますと、イントロクイズです。イエーイ。そう、これカフェで見られてたらすごい恥ずかしいんだけどね、誰にも見せずにやってね。はい、岡山の子。あ、岡山の方ね、琴音ちゃん。じゃあ私は富山県。あ、推しメンが富山だから、すごいね。富山行ったことないわ。どこかわからん。カフェのモニターで流そうっていうのはもういじめですからね。相手がいじめだと思ったらいじめですからね。そう、有本さん、50カウントありがとうございます。はい、ね、カウントじゃないや、イントロクイズは、あの、私の適当なイントロで皆さんからコメントをいただいて当ててもらうっていうゲームです。いい？ OK？ よいしょ。でもなんかマニアックな選曲しちゃったかもしれん。あ、なんかね、曲はSKE さんと AKB さんって感じ。でも AKB さんの曲は結構マニアックです。私がただ好きな曲を選んだから。そう、公演曲含む。うん、あるあるある。そうね、結構、うん、でも分かんないかもしれん。じゃあやるね。1曲目、
ちょっと飛ばして難しいから、あ、エスキーはもう分からんでもいいよ分からんでもそのうち分かるようになるわ。あ、違います。どうしようかな。ちゃん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 ちゃ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 んちゃ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 ん、はいはい、どう、わかった？激ムズじゃない私のイントロクイズ。え、すごよくわかったね今ので。すごすごい、みんなすごいわ。絶対わかんないと思った。今もう一回歌うのめっちゃ嫌だなって難しい選曲をしちゃった。はい、正解は12月の考えるでした。あ、そっか、宮前さん推しだったからか。イエーイ、これ可愛くない？赤ちゃん用のクマのめぐみ。あ、1000人超えた？本当だ、1008人の方ありがとうございます。エントリーナンバー54番のこえちゃんです。よろしくお願いします。あ、テロップ出してない、ちょっと待ってね。イントロクイズ。そう、私8期の時意地でも歌わなかったんですよそう、あのこのあんま一人で歌うのないし、家で歌わない習性の人間なので、人前で歌うのは好きですけど。あ、これなんかさ、クマのさ、ぬいぐるみに、これめっちゃ可愛いじゃん、こうやって入ってんの。赤ちゃん修学旅行でさ、高校の一目惚れして、その時は買わなかったんだけど、ずっと欲しくて、たまたまお母さんが広島に行く予定があったので買ってきてもらいました。可愛いでしょ。鼻歌歌ってなかった？そう、鼻歌最近歌ってるかも。子供さん宅だとなんか怖い。じゃあこれをマイクにして歌うから今日は広島限定なのかわからんけどね、なんかそういうショップに売ってました。可愛くて手触りが良くてお気に入り。はい、今のは12月のカンガルーでした。すごいね、すごいわ、感動したそう、シャカシャカ言うんだよ、子供用だから。あ、直樹さんハート1000個ありがとうございます。じゃあもう12月のカンガルーは歌うのやめるじゃあ次、振り付けね、できるやつはやるわ。次いくよ。じゃあもう今の分かったよね。次はめっちゃ簡単だよ。テンテテンテテテテン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 テンテンテテテン、めっちゃもう答えだね、ほぼね。はい、意外とイントロ強い人多いと思う。はい、今のは絶対分かったと思う。結構分かるとこまで歌っちゃった。どう？テンテテンテテテテンテテン。あ、星になるじゃん、これ、そういえば。多分星になるよね。あ、そうだね。じゃあ、星。星になるね。あ、そう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 。正解、正解。パンチライン。あ、正解です。いきなりパンチラインでした。パンチライン、パンチライン。恋はいつだってです。音を外しました。禁止ワード、そうだね、禁止ワードではないけど、ショールームダメだね。え、パンチライン遅れてるそう、なんか声が出ない。
よいしょ。イエモンさんハート100個ありがとうございます。パソチライン、あ、頭いいね、パソチライン。じゃあ次は難しいかも。 SKE さんじゃない、私がただ好きな曲いくよ。せーの、てってってんてんてっ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 てんてん、ちっちゃん、はい。わかった、今の。ちゃ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 んちゃん、てて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 。あー、惜しいです。これはね、私が AKB さんの握手会行ってた時にね、休憩中に研究生の皆さんがいつも歌ってるのを見てまして、それで好きな曲。マクドナルド、ハートの独占権じゃない、あ、田野さん歌ってたんだ。アイドルなんて呼ばないで。違う、残念。てんてんてて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 てんてんちゃちゃちゃらら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 らなんたんたた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 んたん。望遠鏡そっと覗いた夜空に、はい、ミニスカートの妖精、正解。ハートの独占、チャチャンチャララ、あれ違うな、これ混ざったわ。ミニスカートでチャチャン、妖精に変身して、はぁ、あ、人前で。知らない曲でした？知らない曲でしたか？じゃあ次も知らんかもしれんわ。そしたら、そう、ミニスカートの妖精、惜しかったね。ミュージカルで聞いた、見た？そう、可愛い曲なんだよ。合格できたな、ネクストスター、テテ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 ンテン。ランキング入りそう、ランキング入りそう。あ、そう、前座の、そう、前座でやってるやつね。このさ、わからんよね、この反応がよくわからんからさ、人前で歌うの、この画面越しで歌うのとか苦手ですね。カラオケ配信したかった、本当は。ダメらしいんで。聞いてた、よく。かわいいよな、これな。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。じゃあ次、行くよ。あ、次は SKE さんです。次はどうなんだっけ、ちょっと飛ばして、チャンチャンチャチャン、チャ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 ン、チャ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 ン、チャ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 ン、はい。わかった、今ので。これもでも SKE さんだけど、マニアックかも、私が好きだからという理由で選んだ。てん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 、てて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 てん、てれれん、てててててててん、てててててん、てててててててん、チャラちゃん、チャラちゃん。どう、わかった？これもう曲入る前まで歌った。チャ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 ン、チャ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 ン、チャ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 ン、チャ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 ン、チャララン、チャチャ。激ムズ。
おお、わかんないかな、これ。わかんない？おお。正解言う？え、わからんかな、みんなわからん。おお、わかんない。裸の王様、わかんない？そうかね、そうかね。あ、今正解が出たよ。あ、もう正解出たからいいかな。正解は「ロマンスロケット」でした。イエーイ。私ロマンスロケットめっちゃ好きなんですよ。向田真夏ちゃんが好きで、検索したら出てきて永遠それを見てましたね。かわいいのなんのって。いやー、皆さんぜひ見てみてください。ロマンスロケット。恋をするち、え 歌詞忘れたわ。宇宙で唯一の失敗作、お気楽な地球人、ハートは進化の途中さ、手を取って見つめ合って黙ってみたり。疲れる。恥ずかしい。めっちゃ顔赤くない？向田真夏さん、そう、好きなんですよ。好きだった。めっちゃ可愛い。イントロ出てこなかった。そう、真夏さんね。疲れないね。そう、なんかね、いや、本当はもっと歌えるよっていう言い訳しとこう。あやかさん、初見です。ありがとう。嬉しいです。いや、似てない、似てない、似てない。知ってるはずだった？真夏ちゃんね、本当に好きですね。じゃあちょっと次難しいかも。次 AKB さんの曲ですけど、ですけど、そう。これもね、ヒントは前座。前座？座禅？前座？ てんてんててんてん。てててててん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 
レモン。違う。正解が出ている。はい、正解が出ておりますね。ロマンスかくれんぼでした。ロマンス続き。簡単だった。簡単だったか。そう、夕暮れ帰り道だよ。好きなんです、心の中にロマンスを隠したままで。歌詞合ってる。あなたに会うと苦しくて泣きたくなるかくれんぼ。ちゃ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 ん。あー、それがヒントすぎたか。こんな感じです。ロマンスかくれんぼ。ロマンスかくれんぼもめっちゃ好きでしたね。めっちゃなんかいろんな人が歌ってる動画を永遠見るっていう。歌えてんな。歌えてたか。よかったな。可愛すぎる。あ、Thank you. Thank you, thank you. もういいかい？まだだよ。もういいかい？まだだよってやつね。え、そうなの？ K2 さんの公演の前もやってたんだ。そうなんだ。いいな。そう、心の中にロマンスを。みんな聞いてみてね。めっちゃいいよ、あれ。私は誰のが好きだったかな。でもパルルさんの可愛かったな。でも
ロマンスかくれんぼって言ったら大森さんですよね。大体。はあ。じゃあ次。次はわかるかな。ちゃ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 ん。終わり。山田瑞穂ちゃん。ああ。山田瑞穂ちゃん。わかるないな。歌うまい。うまくない。すご。正解出てる。制服レジスタンス違うんだな。制服レジスタンスめっちゃ多い。制服レジスタンスどうなんだっけ。サビしか出てこん。じゃあもう一回やるね。てててててんてんてんてててててん。わかった。カップリングウィズ正解。さあ私の、あ、エスケープのセンターの方。レジスタンスやん。違うよ。レジスタンスどんなんだったっけ。2回目。本当に。じゃあもう一回歌うよ。てててててんてんてんてててて、はい。サーナンの顔が浮かんだ。サーナンさんね、超可愛いよね。あ、分かった。制服のレジスタンスあれか。あ、もう忘れたわ。忘れた。サビは分かるんだけど、イントロ、制服のレジスタンス、逆にイントロが分からん。まあ正解は君のカップリングウィズでした。これね、ののちゃんやってほしいな。見たことない。そう、忘れちゃった。じゃあ次いく。次は多分わかんないと思う。次はね、そう、裏面はまゆゆさんとあきちゃさんとパルルさん。最強だな。よいしょ。どんなイントロだったっけ。ちゃ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 。終わり。さきちゃさん懐かしいよね。めっちゃキャッチコピー好きだった。あやちゃん、はじめまして、ありがとう。てて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 。そう、答え出てる。あー、正解正解。すごいね。でもほぼもうサビだったもんね。キャパシティ正解でござんす。地元愛知県、はい、ありがとう。あやちゃん愛知県、愛知県多いね。高校生の高校生、なんと大学1年生です。お願いします。あやちゃんね。キャパシティ言わない派です。みんながキャパシティって言ってるのを聞いてる派です。こやちゃんのキャッチコピーはまだありません。緑茶、麦茶、ウーロン茶、それでもやっぱりあきちゃーってやつね。めっちゃ好きでした。かわいい、かわいいな。
シティですね。はい、回遊魚のキャパシティでした。以上です。すごいね。みんなはキャパキャパ言う派なの？誰のキャッチコピー好きだった？あきちゃさん好きじゃん。あとは誰が好きだったかな。でもあきちゃさんのが一番好きだったな私は。キャパシティはエレピオンが一番好き。あ、懐かしい。エレピオンさん好きだった。境に通える、通えます。言う派、キャパキャパ。私は言わない派。一緒だね。釘付けはやらない。はい、じゃあ最後じゃない、最後じゃないわ。じゃあ次ね。チャラチャ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 ン、チャラチャンチャンチャチャンチャンチャチャン、チャ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 ン、チャラチャン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 。あれ忘れたわ。分かった今ので。分かる人いるのかな私の今の。枯葉、ノー枯葉。じゃーん、チャラチャン、チャンチャンチャン、チャチャチャン、チャ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 ン、チャラチャン、チャンチャンチャン、チャンチャンチャンです。どう？多分これはね、私のせいでわからんと思う。でも曲はどうだろう、そんな歌ってるイメージはない。この間歌ってたけどね、ラグーナさんのあれかな。じゃーん、あ、たらじゃーん、じゃんじゃん。あ、星空のミステイクじゃないんですね。じゃじゃじゃん、じゃ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 ん、じゃらじゃん、じゃんじゃんじゃん、星空のミステイク。いいですよね。お、正解が出てきていますね。すごいね。歌詞までお願い。てててててて、タタ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 。正解正解。可愛くないあの歌。可愛いよね。あの愛の行方をねえ教えてちょうだい。衣装可愛い。そうだね。やきもき。私もやきもきって言いたいけど言えない派。みんな言う派。やきもき言いたいんだ本当。やきもきってめっちゃ言いたいけど言えない派。やきもきを言うまでがセット。やきもきね、可愛くない？やきもきって可愛いよね。
次行こうかな。次ラスト2曲。ラグーナ行ってない。カメちゃんさん、あー懐かしいですね。平田さん、よかったね。確かに。てててて、ちゃ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 、今の聞かなかった歌にしてたい。チャララチャンチャンチャンチャラチャンチャンチャラチャンチャン、簡単だな今のは。多分さっきのチョコの行方よりは断然簡単。私の歌い方が残念なだけ。エスケープ、ノーエスケープ。テレレレテテンテレテテンテレレテテンテンテレテンテレテン、チャンチャチャンチャンチャチャチャンチャ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 、兆しじゃないんだな。ウィンブルドンでもないんだな。正解が続々と出てますね。ウィンブルドンじゃないんだな。そう、カオタンさん、そう、正解正解。こよちゃんラブ、こよちゃんラブは三角かな。はい、正解は松目ラブでした。あ、2000人いってる。2035人の方ありがとうございます。私の今超絶適当なイントロクイズやってます。エントリーナンバー54番のこよちゃんです。よろしくお願いします。研究生ミックスって何？研究生ミックスってあんの？ミックス言える人すごいよね。自分で超絶適当っていうスタイルが好き。そう、私は自分でも公表してるんで、適当っていうのも。私の性格はマイペース、適当、雑の3点揃いなので、ガチ恋工場、私ガチ恋工場しか言えない。言いたいことがあるんで、何何まで自分で言うから。なんかタイガーファイバーみたいな方が難しくないね。11番の子泣いてたの？あら、うん、水曜日まで。そっかそっか、頑張ろうな。頑張ろうな、一緒に。イクミンの返し、イクミンの返し、ガチ恋工場だけ言えない。ガチ恋工場結構簡単。水曜まであっという間だね。そう、あっという間。そうなんですよ、もうすぐ明日を迎えたらあと3日だね。あー、そうなんだ。当時の研究生、言いたいことがある、なになに。あ、そうなんだ。へえ、
何何はイクミンさん発祥なんですね。言いたいことがあるね。何何やっぱり可愛いよ。好き好き大好きやっぱ好き。やっと見つけたお姫様。なんだっけ。俺が生まれてきた理由。それは出会うため。俺と一緒に人生歩もう。世界で一番愛してる。愛してるってやつね。金曜日まで。そうだね。なんかあれだよね。5日で終わっちゃうの。なんでだろうっていう。言えてんな。やったー。ガチ恋工事言えてんな。ミミちゃんに出会うため。やったー。そう、でも結局ね、私は地蔵なので心の中で言いたいことがって言ってるけど実際は言いません。はい、そう、ライブで声を出したことがない。盛り上がってる、イエーイみたいなやつさってずっとね、ずっと拍手してるわ。オーディション継承ライブみたいな、こやちゃんが初。お、え、ありがとうございます。まーたんちゃん、まーたんちゃん、まーたんちゃん。いやー、他の子だから、他の子こんな適当じゃないよそう、私が究極に適当だから、ちょっとびっくりするかもしれん、他の子見たら。私もお地蔵さん。お、ガチ恋工場いいよね。でもチームエイトさんの曲しかない、 AKB さんだと。欲しくない、いらない。前はミミちゃん号泣してたよね。そうだったかしらそうだったかしら。そう、47の素敵な街。やっぱ私何担当しよっかな。メンバーが近くに来ても声出せないだよね、わかる。ハウフフってなる初見です、ウェイ。アリニャンさん、アリニャンさんは初見かな、ほんとだよね。エイトいいよね。エイトの歌好きです。もう54分だね壇上を読み上げようかしら。1時間の配信めっちゃ早いよね。私だけかな早いのはい、13位から読みます。13位マサさん、12位パンダさん、11位ヨッシーさん、10位ノジリーさん、9位黒田幸村さん、8位ゆむがおさん、7位ジェンさん、6位リュウさん、5位キミサトヨさん、4位イエモンさん、3位ケンギョさん、2位ズッキーさん、1位ナオキさんでした。イエーイ、ありがとうございます。え、今日も来てって出かけたの。やだ、今日も来てくれちゃったらさ、野々垣さん、私はもう画面に登場しなくなっちゃうはい、マサさんありがとう。とんでもない、こちらこそありがとうございます。壇上上がってないよって方も星投げ、コメント、カウントありがとうございましたあ、そう、蜂の巣ダンス超好きなんですよ。横山由依ちゃんのダンスをずっと見てました、この間まで。なんかノーウェイマン、 AKB さんのもう一番好きでしたダンス。この間のミュージックステーションさん
のやつ超良かったし超可愛かったなっていう感想です。いやいいな、顔可愛いし歌上手だしダンスまであんなキラキラでいいですね、可愛い楽しかった、ありがとうございます。めっちゃ喉鳴るんだよね。石亀のたっちゃんさん、配信ありがとうございました。とんでもない、こちらこそ。はい、あ、スクショタイムしとらんわね。チャラ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 、はい、マイク。かわいいな、ぬいぐるみがすごい好きなんですね。あっという間の1時間ね、あっという間でしたね。なんかすいませんね、こんな適当なイントロクイズでしかもそんな歌わないってね。エイトの曲、そう、いい曲多い。次って8時だっけ？はい、次8時9時です。次もまた違う企画がございますので、面白いかどうかは分からんけど企画一応用意したので、よかったら見に来てください。はいあ、次、あ、そう、次ね、そうなの、違うのよ、2時間じゃなくな、なくした。8時から9時にして、9時10分から10時までやろうかなという感じです。ありがとうございますはい、かわいい、激かわいいな。はい、いいかな、そんな感じで。かわいい、はい、ありがとうございます。あ、もしあのいい感じの剣の人いたら連れてきてください。お疲れ様、皆さんもお疲れ様ですね。たくさん配信付き合ってくれて嬉しいです。プッチガイ、これプッチガイってなんだろう、調べときます。かわいい、世界で一番かわいいな、かわいい。よし、じゃあ切ろうかしゃん。前髪長いな。それではありがとうございました。バイバイ。また来やんね。じゃあね。